界女子メジャー最終戦 AIG 女子オープン全英女子2日目。3オーバー103位と出遅れた2019年大会覇者の渋野日向子は午後0時16分、日本時間午後8時16分、ティーオフした。決勝ラウンド進出、65位タイ以内をかけて、巻き返しが不可欠な18ホールに臨む。現時点の予選カットラインは通算1オーバー。スタートホールの1番、1W でのティショットはフェアウェイ左を捉えた。右手前に切られたピンに対し、2打ち目は左奥へ。20メートル以上のバーディパットは2メートルを残した。これを外してボギーとし、通算4オーバーに後退した。悲願のメジャー初制覇に挑む畑岡奈紗は午後0時38分、同8時38分、2アンダー、初日7位からプレーを開始する。同じく初日2アンダーでメジャー初出場の桜井心那は午後1時49分、同9時49分に出る。単独首位で発進したアリー・ユーイングは13ホールを終えて6つ伸ばし、通算10アンダーとしている。山下美夢有は2つ伸ばして後半へ。渋野日向子は午後8時16分スタート、全英女子2日目。今季のメジャー最終戦2日目、16人が出場する日本勢は、午前組でプレーする6人全員がスタートした。1アンダー19位で初日を終えた山下美夢有は前半を2バーディ、ボギーなしの33、パー35とし、通算3アンダーに伸ばして後半に入った。2アンダー7位から出た勝みなみは6番、パー5でバーディを奪い、通算3アンダーとして7番をプレー中。西村優菜は一つ落として通算イーブンパー、7番終了、アナイララは2番をボギーとした後、3番でバーディを取り返し通算2アンダーでプレーしている。初日を3オーバー103位とした2019年大会覇者の渋野日向子は予選通過、65位タイまで追かけて、午後0時16分、日本時間午後8時16分にティーオフする。女王、山下美夢有が2日目ティーオフ上位浮上へ1番パー発進。今季最後の海外メジャー AIG 女子オープン全英は第2ラウンドが進行中。国内女子ツアー年間女王の山下美夢有が日本勢の先陣を切った。日本時間午後4時31分にティーオフし、1番パー4をパーで滑り出している。日本勢は16人が出場しており、最上位はトータル2アンダー7位タイの畑岡奈紗、桜井心那、勝みなみ、アナイララ。山下と同じトータル1アンダーグループには、西村優菜、岩井千里がつけている。初日に3オーバー、103位タイと出遅れた渋野日向子は、日本時間午後8時16分にティーオフ。暫定カットラインは1オーバーとなっており、まずは決勝進出圏内への浮上を図る。トータル4アンダー、単独首位にアリー・ユーイング、米国。1打差2位タイにはイ・ジョンウン6、韓国ら5人が続いている。現時点で首位と4打差以内に54人がひしめく大混戦となっている。全英女子2日目が開幕首位と4打差以内に59人の大混戦。今季最後の海外メジャー AIG 女子オープン全英は第2ラウンドが開幕。第1組が午後2時30分に1番手からコースへ飛び出していった。現在、単独トップはトータル4アンダーのアリー・ユーイング、米国。首位と4打差以内に59人がひしめく大混戦となっている。この日、日本勢の先陣を切るのは1アンダー、19位タイ発進の山下美夢有。午後4時31分にチョン・インジ、韓国らと同組でティーオフを迎える。日本勢最上位となる2アンダー7位タイには、畑岡奈紗、桜井心那、勝みなみ、アナイララがつけている。勝とアナイは現地時間の午前に、畑岡と桜井は午後にスタートする。初日3オーバー、103位タイと出遅れた渋野日向子は、日本時間午後8時16分にティーオフ。暫定カットラインは1オーバーとなっており、まずは決勝進出圏内への浮上を図る。